どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田でございます。はい、で今日はですね、ちょっと僕が個人的に気になっていることを検証していこうと思います。イエイ。で、っていうのはですよね、僕よくね、お猿さん、カイ君にまあお菓子とか人間のお菓子とかね、まあそんないっぱいあげないですけど、あげたりとかしてるじゃないですかね。で、まあお菓子あげていいのかっていうことにつきましては、あのこちらの動画をご覧いただければ幸いなんですけれども、まあ正直よ、どっちが好きなんで、そのお菓子と果物どっちが好きなんだろうって思ったんですよ。はい、なんで、今日はですね、2つこうお菓子とフルーツ並べてみて、でどっちを先に取るのかっていうので、どっちが好きかを検証していこうと思います。はい、っていうのは、まあ、途中でもうおしまいって言われる可能性もあるから、絶対好きな方から取るはずなんですよ。食べたい方から取って、まあ、途中で、あ、今こんぐらいにしときってなってもいいように、するはずなんで、どっちが好きなのかっていうのを、まあ、どっちを先に取るのかっていうことで判断していこうかなと思っております。で、人間はさ、やっぱこうお菓子行きがちじゃないですかね。やっぱこう科学の美味しさって強いなって思うんですけど、だからこう科学の美味しさ VS 自然の美味しさということで、今日はですね、検証していきたいなと思っております。ではですね、でもじゃあ検証に早速参りたいと思います。心して見るようにちょっと何言ってるか分かんないな。はい、頑張っていきましょう。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と、世界一かわいいニホンザルのルート君です。いえ、頑張っていきましょうねなんか手がこうだね猫の手みたい。やったー、そう頑張っていきましょう。はい、じゃあ気をつけ、そう、気をつけね、偉そうな感じでしょ、気をつける。はい、はい、じゃあちゃんとね、挨拶しましょう。よろしくお願いします。お願いします。わーおでんぐり返るあれでんぐり返る普通お辞儀したらいいやん。お辞儀できるでしょ。はい、気をつけ、そう、よろしくお願いします。わーなんで回んのちょ、普通にしてくれればいいから、ね、ちょ、もう一回やって、気をつけ、そう、よろしくお願いします。もういいよ、もうアクロバス当時みたいなはい、もういいや、やっていきましょうね。遊んでる場合じゃないですよ、だって遊んでる場合じゃないですよ、検証ですから、検証ね。じゃあ、もう用意しますからよっ。で、後にね、こうカイ君でも同じ検証をするんですけど、まあ、果物、紹介しましょう。まあ、食べ慣れてるやつっていうことで、はい、まあ、一応旬のものにしてみました。みかん、いちご、りんご。で、お菓子もね、一つ一つ紹介しましょう。はい、じゃあこれ、ほら、じゃあ開けちゃったけど、アンパンマン組ですね。アンパンマンついてたらもうって感じじゃんさらに通用するか分かんないけど、ね、これグミ、ね、グミなんですよ、グミね、食べたいねめっちゃ食うやんめっちゃ食うやん。で、かじってごらん。そう、いきなり1個多いって。ちょっと待って、はい、食べますね食べます。で、チョコレートですね。チョコレートはルイちゃん食べたことあるから、動画にもしたことあるし、だそんなにね、食いつき的にはそこまでなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、ちょっと一応ね、チョコレートも入れていきましょう。食べたいね、ちょっと待ってね握ろうとしたりしてまあ、こう置いとくから。で、最後がよ、ドーナツ。ドーナツですよ。まあ、お菓子といえばみたいな感じでね。はい、ドーナツでございます。はい、これ食べるよ、しょうゆ欲しいねおいちやろ、おいちいね、もういい、もういい、持っていかないで。よしよし、もういいが分かるっていうのがさ、もう分かってるよねで、天才の片鱗を見せてるよね。よし、はい、というわけで検証を始めていきたいと思います。気をつけよ、きちっとよ、そう、ちょっと待ててますね。素晴らしい。で、まあ、さっきも言いましたけど、一番先に食べた方が、好きなものという判断でいきます。あ、そうみたいほうみたい多分ね、ルーちゃんはこう素材系の方が好きなんじゃないかなと踏んでるんですけど、今までもそうだったから、これ果物なんでしょ、これ。ちょっと待ってよ。で、これドーナツなんでしょ、こっち。よし、5本見ましたね。はい、それでは、運命の瞬間でございます。ゆうちゃんはどちらを選ぶでしょうか。いきますよ。はい、食べていいよ。どっち、食べていいよ。よし、食べていいよ。ゲーはしなくていいから。ゲーはしなくていいから。いつもと違う感じでちょっと緊張してる。いいよ、食べていいよ、食べていいよ。よし、ゆうちゃんいいよ。食べていいよ。あ、いちごいく。あ、そうですか。いちごいきますか。
もういい。ちょっと一回いいわ。一旦いいわ。オッケーオッケー。ちょ、一旦もういい。だからやめろ、みたいなくて。一旦それとかちょっと返して。ちょっと、持って帰って。じゃあ、待って。ちょっと、で、こうだから、で、まだ終わりじゃないのよ。終わりじゃない。これでフルーツ好きって言いたいとこなんですけど、こっち側が取りやすかった説もあるじゃないですか。ね。だから、ちょっと一回こう交換していいですか。はい。これで果物いったら本当でしょ。はい。これで果物取ったら本当だから。いきますよ。はい、どっちがいいですか。はいし。そっちですか。やっぱそっち。やっぱそっち。次、みかんなんだ。すげえ。やっぱこう、フルーツの方が美味しいんだね。うん、ルーちゃんは。汁垂れすぎじゃない？ちょっとさ。食い方が汚いのよ。で、ほっぺたがちって、頬袋がまだ小さいから、そんないっぱい入んないんでね、いっぺんにね。食いすぎじゃね。もりもり食べてよ、これ。このさ、いちごをキープしつつ、りんごを食べるのがよくわかんないんだよね。いちご取ったら怒るのかしら。とんじゃねえっつって。とんじゃねえっつって。これ、いちご取った。とんじゃねえっつって。ちゃんとキープはキープしてる。えらいこっちゃで、あんた。えらいことだってんの、ほっぺたこれ。顔えらいことだってんだよ、あんた。りゅっちゃん。今ちょっとさ、ドーナツ取りかけてやめたでしょ。小太りじいさんみたいになって。ほんと食ってるところはずっと見てられるわ。かわいかった。じゃあ、グミとかもいるの？あ、いるのはいる。あ、いらないの。これよりもこっちなんだ。あ、完全に、これは完全にフルーツでしょ。ね、完全にフルーツの方がいいってことだわ。というわけで、ルーちゃんは完全にフルーツが好きということで、カイくんの検証に行きましょう。じゃあ、カイくんもさ、ちょっと視聴者の方に挨拶していきましょうよ。よろしくお願いします。なんでや。なんでこの、もう、おさむさんもお辞儀ギャグが流行ってるんですか。挨拶ギャグが流行ってるんですか、ちょっと。ちょ、もう一回やって、もう一回やって。おかしかったよね、今ね。おかしかったよね。わかるよね。ね、よろしくお願いします。違うよね。なんでやねん。はい。机に座らないでもらっていいですか。これ机なんで。ここ。逆なんで。カメラこっちなんで。こっち、そこにそっち向きで、ここ座って、ここ。上がダメ。上はもっとダメだって。負けたほしいやん。ちょっと、これ降りて。だから、カイ君のね、前にもちょっとちゃんと置きましょう。このね、果物と、もうルイちゃんと一緒です。果物と、お菓子ね、欲しい人。ピキン出ました、ピキン。はい、ここ置いて。では、2択です、2択。どっちがいいですか？こっち。はい、よし。いいよ。あ、そっち行く。マジで？じゃあ、ルーちゃんと違えんだ。やっぱこう、いろんなもん食ってっからかな、これ。うん。じゃあ、まぁちょっと、さっきと同じように、入れ替えても検証しましょう。うん、じゃあ、入れ替えました。でもね、体から近い方は果物だったから、多分こっちが好きなんだろうな。現在1個目。でスポンジとかね、カステラ系好きなんで、カイ君。やっぱお菓子はね、カイ君好きだと思うわ。じゃあカイ君に選んでいただきましょう。どっちが好きですか？はいし、食べていいよ。うん、そっち、やっぱそうなんだな。そっちなんだな。いい、もう、食べ過ぎです。いや、これはお菓子です。完全にお菓子です。やっぱね、いろんなもん食ってっからな、カイ君な。うん、お菓子が特別なものっていう認識が結構強いんだろうね、きっとね。ルーちゃんよりも食べ慣れてるし。まあ、ちなみにイチゴも食べてくださいよ。はい。うん。イチゴはイチゴですけど。フルーツはフルーツでちゃんと食べるから。ね。すごいやっぱなんか、こう人間が育てた感がね、ちょっとやっぱ出ちゃいましたね、こういうところで、ね。結果としてはどう言えばいいんだ、これ。だから、やっぱ猿によるっていうことですかね。まあ、多分ルーちゃんもでも多分これからねお菓子とか食べ慣れてきて、でなんかやっぱちょっとこう特別感、人間と同じですよ、特別感が生まれてきたらこっちの方がたまにしか食えないからこっち食おうみたいな感じになると思います。人間と同じという結果として捉えていいと思います、これは。はい、じゃあしっかりとね挨拶して終わりましょう。はい、じゃあバイバイ。